そういえば来年の SFL ワールド優勝チームは次のカップコンカップ出場できるみたいですね。ぜひグパチで。いやそう、いやあの発表ちょっと急すぎんか。ちょっとね賛否両論はあるから、あのあれ自体はすごい俺いいことだと思うんで、あのルール自体はマジでいいルールやなと思って、やっぱ CC 優勝はねやっぱそれほど価値のあるもんっていうのと、リーグもよりこう優勝した時のリターンが上がるんでいいんですけど、タイミングが悪すぎんかあれちょっと。まあ来年ねリーグ参加したいっていう人は目指すよね。いやてかまあ別にその何今回あれが発表されたけって、その例えばじゃオーダーが変わったとかってそういう話はないんじゃけど、もっと早から決まっとったらね、その選手をどう囲うかとか、てかまあ今後ちょっと熾烈になるよね多分。でもそれこそ結構マネーゲームみたいな感じになるんかな。だって優勝すればカプコンカップに4人いけるわけじゃろ、リーグ優勝してワールド優勝すれば。だったら結構マネーゲームになってくるよ。もう野球ですよもうこれ。まあ参戦チームは増えるか分からんけど、まあ目指す人は増えるよね。話題性じゃなくてもう完全強さよね。今目指しやったチームとかかわいそうな発表、まあそうそうそうなんよね。まあそこは分からんけど、まあそれはねあれだけど、即戦力重視。来年超強いチーム出てきてもおかしくないもんな。また今より CC 出たいからリーグ出たいはちょっと言わないでほしい。まあでもね、もちろんそういう CC の予選で取る切符のね価値は高いけど、まあ最終よね最終。アジア系選手も JP で出るのと USA 出るのどっちが優勝するかですよ。まああるかもねそういうのもね。傭兵は増えるんじゃない。まあわけわからんチームできたらどうする。パンク、メナ、レシャー、ビッグバード、プロ JP なのに海外選手オンリー。それはダメか。そこはちょっとルール明確にしてほしいね。1チーム海外選手1人までとかね、助っ人外国人選手1人。さすがにタフィーローズとロバートローズとラミレスと最近だったらペタジーニとかね、やばいっすよそのチームは。アジア系日本語でコミュニケーション取れる人ってでしたっけ。おらんねあんま。守備崩壊しそう。あゲマビアそうね。まあ、俺らが海外行くはあるよね。US か EU 出るとか。あっちからちょっと引っ張られるとかあるかもね。今後ね。楽しみよなね。今回のこれを受けてさ。なんか今後の SFL の変わり方が結構楽しみ。まあちょっと、一つ言うんだったらちょっとタイミングが悪かったなと思うけど。このタイミングで出すのは、ちょっとこう、出とる側としたりすると、うーんと思うとこはあるんかもしれんけど、まあただあのルール自体はすごい文句ないルールかなと思うな。盛り上がりを考えた時に日本で出れなかった競合が海外行くとかもあったら、ああ確かにね、そういうのはあるかもね今後ね。もしかしたらありそうっすね。これはもうクッパチで、そうそう優勝目指してやるって点はそれは変わらんのんで、いやこれまた楽しみな SFL ですよ。いけるよな今の。銀行ね、貸金庫預けてますよね。なんか YouTuber だけど預けとるって言ってるもんね。ヒカルとか。間違い、何シーン俺さっきからちょっとひどい。嫁はねやってないんですよ。
嫁はどっちかっていうとアンチなんですよね。そんなもんまた買ってです。いいカード割れたら、はい、売りなさい。分かってない。そうじゃないんだ。うわー、汚染があった。責任は取ります。お願いだ。前様。遊戯王はスタン落ちないけど禁止カードがあるよ。え、MTG もある。禁止カード。ポケカはないって聞いた。あ、うまい。うわー、やる。 MTG も腐るほど禁止カードありますよ。最近カードデザインに失敗したと公式が謝罪して禁止カード。へえ、おもろ。